皆さんこんにちは。あ、こんにちは。チアーズです。チアーズ、アイドルの原石を応援するアプリチアーズの投稿された動画の中から今週もまた紳士の皆様にいくつか紹介したいと思います。参ります。1本目はですね、はい、ガチ相撲篠崎心 VS 日向すず。プチパ、前ガチ相撲系のやつ見ましたよね。あったね。行きますか。参ります。再生。え、すげえ。説明いきますよ。説明。出演はライブ活動だけではなく、モデルや DJ としても活動中。アイドルからはみ出した活動をするための小さな一歩、プティパを踏み出した今東京で一番可愛い3人組アイドル、プティパの黒い服の方が日向すずさん、白い服の方が篠崎心さんでございます。今小さな一歩何をおっしゃいますやら、8歩ぐらい踏み出してましたよ今。ドシンドシン、すごいなんか良かったですね。あの声なん、いろいろ聞きました。いろいろ聞きました。はい、なかなかすごかったですねこの動画。はい、最後は最後も最後でまたあなたすごかったですね。プティパって東京なんだな。なんですね。これすごい、はみ出した活動、活躍をされてました今。されてたされてた。最後もはみ出してた。はみ出した物理的にもはみ出してた。いやー素晴らしい。なんか後でちょっと一人で見よう。それ系の動画ですよね、うん、じゃあちょっと次の動画いきたいと思います。いや、はい、素晴らしかったよ。次の動画、絶妙モノマネアンマルンマン編。アソパソマソですね。アソパソマソ、はい、マーヤさん、いきます。再生。アンパンマン。もう一回見てみようか。再生。アンパンマン。いや、撮影してる人たち受けてるじゃん。受けてる受けてる。これ多分鉄板なんだよ彼女にとって。そうなんですかね。だってアンパンマンって言った後すげえしてやったりみたいな顔してるもん。これね、すごいピクピクピクってして。説明いきましょうか。出演は2014年5月に結成された4人組アイドルグループ、アイスのようにとろける妖精、エルフロートのマーヤさんでございます。絶妙ものまね。これ変っていうことは他にもあるっていうことですね。っていうことだね。ちょっと後で他にも見てみます。見たいねこういう場合は、はい、気になります。絶妙ものまねシリーズみたいに書いてあったからね。はい、じゃあ次いきます。はい、人生初のギターで虹色歌ってみた、はい、リコロン。そしてリコロンです。今日はギターに初挑戦してみたいと思います。それでは聴いてください、彩香さんの虹色。これから始まるあなたの物語、どうなり虹色のあなた、注げばそこからはなる。バイバーイ。バイバーイ。なんかいいですね。僕もギター、まあ、そこそこ弾くんですけど、やっぱギターを弾き始めの人のコードの押さえ方とか、こっちのこうなんか手首が固定されたこのストロークの仕方とかが、あ、なんか最近始めたんだなみたいな感じで、なんかいいですね。
いいですね。なんかあの心が温かくなるというか。温かくなりました、ね、いいですね。なんかすげえ上手い人ってのも分かるけれども、これぐらいのこの、はい、たどしさ、ういういしさ、そうなんですよ。こういうのはなんかずっとこう鳴っててほしいよね。あれね、後ろからちょっとこうやって待って、違う、そこのコーダこうやってやるんだよって言って、中指が届かないときはこう、つった、こう手首を前に出すんだよって教え、あ、届いたみたいな感じで、クリスマスですから。まあ終わりましたね、クリスマスは。じゃあ説明読みます。出演は5人組ガールズユニット、ハニーバニーのメンバー。ハニーバニーのメンバーなの？そうです。姉妹2人組進化系アイドルユニット、チエリ矢印星ボンボン。チェリーじゃないですか？チェリーチェリーじゃないですよ。チェリーボンボンね、失礼しました。チェリーボンボンのメンバーでもあるリコロンさんです。動画の終盤で一瞬チラリと映ってしまった指はチェリーボンボンのアコタンさんの指でした。 あれね映ってますな、はい。さあ、で最後の動画でございます。はい、こちらの動画タイトルが一人なの、一人なので、一人なのでルカ。はい、で4本目の動画はどうぞ概要欄にリンク入れますので、我々のリアクションでお楽しみください。ぜひとも直接見たい方、はい、あの概要欄のリンクから飛んでくださいませ。はい、でこちらの動画はですね、はい、あのルカさんが縦画面で動画を撮ってくれてまして、ほう YouTube あのスマホで見れる場合、スマホで公式アプリから見る場合って縦だとこうやって全画面になりますんで、はい、画面と同じサイズに拡大してご覧くださいませ。いきますよ。はい、すいません。なんでだよ。ビシって言った。あ、うん。嘘つけ、絶対言える、こんなテンションじゃねえだろ。いやー、かわいいわ。かわいいな。かわいいわ。いいな。かわいいな。いいな。ルカかわいいな。いいな。出演はアイドル、ダンサー、アイドル、モデル、ダンサーなどから結成された5人組ガールズユニット、ハニーバニーのルカさんです。名古屋を中心に活動中です。もうね、何も言うことがない。いやー、超かわいい。ニヤニヤして見てるだけだったもん、ただ何も言う必要がね。あー、もういいなー、何も言うことないわ。いいなやべえなただの殿堂入りじゃねえかよ。うん、そうですね。なあ、こんなの何回でも見れるぜ。あとでまた見ます。あとね、いつものとちょっと違って長めだったのも良かったですね。確かに、うん、1分近くあったんですか？ありました、ありました。長かった、良かった。まぶしい、ギャー、わー。もうね、こっちの方がもうまぶしかったよ。だな、我々のようなな、汚れてしまったこのおじさまからすると本当にまぶしい。ルカ、お前は僕たちにとっての光だ。時々眩しすぎて見られないことがあるけど。はい、俺もあの頃に戻りて。はい、はい、もういいんじゃないですか。そんなわけでご視聴ありがとうございました。眩しい、眩しい。皆様ぜひとも、チアで直接チア応援よろしくお願いします。この動画もね、よろしければ、応援いただければですね、大変嬉しいです。また次回も楽しみに。さよなら。まぶしい。